下换气。那、啊、应该也是真倒。冲啊！慢摇。お疲れ、真島ちゃん。そうよ。はあ、ちょっとの間、蒼天堀からお前の姿が消えたって報告があってな。心配したんだぜ。てっきり誰かに殺されて川に沈められたんじゃねえかって。他不是中枪了吗？我总感觉像没事。留置場の西谷に会いに行っとったんや。へえ。わざわざ留置場にまで足を運ぶなんて、仕事熱心じゃない。到底是打得赢他？为什么他不打？蒼天堀はお前の庭じゃねえんだよ。檻なんだよ、檻。ホテルでさえ出かけるときにはフロントに一声かかるよな。檻の中のお前が何黙って出てんだよ。なあ、なあ。でよ、そんなに急いでどこ行くつもりだったんだ。もちろんあんたに報告しに行くとくや。だよな。よかった。奇怪、真岛明明打得赢他，为什么他不打？是怕被追杀你？こんな場所でお前殺したら、かわいそうじゃ。掃除のおばちゃんがよ。干臭又脏。で、西谷に会ったってことは聞き出せたんだよな。ああ、せやけど、誠を奪ったのは日教連のセラっちゅうやつや。日教連？大門は隠しとるな。と登場会？西谷を雇ったのも登場会や。堂島組の人間やった。じゃあ登場会のこの情報全部留置せえ。西谷相手に上出来だな。奴からここまで聞き出すにはいろいろや。うん。で、登場会からも椿園の中の弁天やってる予定や。椿園ね。ふん。日教連って連中どういう意味や。そりゃお前、牧村誠みてえな女の子が泣いて歩いてても違和感ねえからな。あ、言ってみりゃわかるって。なあ、犬を一人で散歩。ふん。浮気ゲーム何なの。殺されたいの。不安な。おっと、何なの。殺されたいの。いらっしゃいませ。ありがとう。但林泰的那个药真的很便宜。后面是物价上涨。マジマジ。それじゃあ椿園に行くぞ。連中も警戒してるはずだ。大丈夫や。はん。
よし行くで。哦，然后这时候童生也跟着再去装。就是几亿几两那种的，光速参数。但这很可惜耶，这在后面的剧情这里就没有再出现。ばあさん、俺たちはお目当ての子がいるんだ。拙者やな、どこ行きはんの？弁天や。あそこだ。おお。弁天や。あそこに誠が。西谷の話が正しければそういうことになるな。待っとれよ、誠。所以意思是外面是便宜货，那里面是贵到爆。但便宜也有便宜的好啊。どっちから行く？まどろっこしいのはよそうぜ。俺は左。マジ。サンガーハン一人で大丈夫なんか？心配すんなよ。見つけたら容赦なく殺すだけだろ。日教連だろうが世良だろうが、牧村誠だろうが。せいぜい玉切れにならんようにな。あっちやろう。真島五郎さんですね。せやったらなんやねん。世良の親父はあなたを殺さずに事を収めたいと思っています。東条会の情けをかけられてるうちにこの件から身を引いてください。大門隠してこそこそうろつくような男に情けかけられる覚えなんかないで。聞く耳を持ってください。これ以上奥へ進もうとすれば生きて返すことはできません。ほうほう、そりゃよっぽど大事なもんを奥に隠しとるんやな。ますます行くしかないやろ。どうしても引く気はないってことでいいんですね？当たり前やろうが。くどくど言っとらんで、誠返すか俺に殴られるか決めんかい。どちらもお断りします。手加減は無用だ。日教連の恐ろしさを身をもって知らせてやれ。誠高く多分なんか遠いな。この場
不知道为什么就是不想让舞者，舞者感觉没什么蓝他用。这里是武器用的。哇塞，这5000万啊！会按下 Y，
Yeah.
Ah!
れえず遅いよ。セラ、日教連を相手にここまでたどり着くとは、さすが島の組で鳴らした男だ。まことは彼女は先ほどある人間に託され。なんやて？そう焦るな。それは、は？
信用しろ。俺はお前の敵じゃない。俺はあなたの敵じゃない。せやったら組員を襲わせたのは手荒な真似をして悪かった。しかし覚悟やと。知っての通り日教連以外にも牧村誠を狙っている組織がある。そのほとんどが俺の予想の範疇だったが、一つそれが真島、お前の存在だ。3年前、忽然と島の組から消えた組員が、そして近江連合の佐川に弱みを握られてお前が動いたことは想像はついた。なぜ佐川を裏切って牧村誠を助けようと。俺は誠の価値なんか。そう、お前は知らねえ。じゃあなぜ危険を冒してまでここにたどり着いた。あの女に惚れたってことか。まさかな。お前が俺の何を知っとんねん。俺が人助けたらあかんのか。そうカッカするな。何であれ彼女を助けたい一心なのは分かった。お前の気持ちを踏みにじる気は。だが今は東城会の未来を左右する重。もしも生半可なヒーロー気取りで首をつく。随分物騒にやる。俺は慎重派でね。結論を出すにはやはり自分の手で確かめないと気が済まないんだ。真島も。そしたら、日本はない。あんたのやり方に従うんは尺やが、俺も手っ取り早いんは言葉より拳や。但现实中谁给你一单一呀、啊？要么就老实，要么就拿枪。嘿嘿嘿。还在用什么石头？都什么时代了？棒棒。
ならさっさと言え。不動産会社の人間だ。不動産会社？本人も知らないところで、まあその一坪で10億と言われる空の一坪のな。一坪10億？お前のよく知った。カムロ町？ああ、土地の10億なんてな目先の金に過ぎない。空の一坪は。それで極道が非力な女から力ずくで土地取り上げようとしてるっちゅうことか。信用してくれ。お前がそうやったとしても他の連中が誠を奪いに来るやろ。現にせやのに不動産。普通の不動産屋とはわけが違う。不動産屋ごときに誠が教えてどうする。カムロ町へ行くに決まっとり。それがますます彼女の命を危険にさらすことになるとしてもか。どういうことや。カムロ町に向かうのはお前一人じゃ済まない。佐川か。やつは必ず牧村誠を殺そうとするだろう。本当に彼女を思うなら。不動産屋が絶対に誠を守れる保証はあんのか。何や。もしも俺を信用できないんなら、その銃で俺を撃ち殺せ。不動産屋の名刺は胸のポケットに入ってる。死体から取って持ってけ。俺はお前を信用して話した。あとはお前が俺を信用するかどうかだ。又是别人帮他开的。カムロ町で誠にかすり傷一つ負わせたら承知せえへんぞ。命がけで守る。命がけで。お前は蒼天堀にとどまり佐川を。老梗。この泥棒猫が。ナイス連携プレーだぜ真島ちゃん。俺に撃たせるためにこいつを丸腰にしてくれたんだろ。こいつか。牧村誠を託された不動産屋って。ほら喜べよ。知りたかったんだろ。那智良也太废了吧。明知道佐川也在为什么还。立花不动産桐流和馬。这就是同生跟一马的。こうなりゃ檻から出るっきゃねえな真島ちゃん。相遇的那个地方。蒼天堀の檻からお前を出してやるって言ってんだよ。行きたいだろ、カムロ町。ええんか。だってよ、カムロ町行って牧村誠を探すしかねえじゃねえか。こうなれよ、地獄の果てまでもあの女追いかけて殺すぞ。俺とお前でな。可是结局他还是挂。堂島組幹部阿波野の包囲網はついに桐生をカムロ町に追い詰めるが、立花の決死の覚悟が堂島組の一瞬の隙をついた。やがて空の一坪をめぐる熾烈な争奪戦はついに東日本の裏社会を牛耳る東条会本家をも巻き込んでいく。
目まぐるしく書き換わる極道たちの勢力図が新たな局面を迎える中、桐生は事件の鍵となる殻の一壺の所有者の名を明かされた。その人物の名は牧村誠。蒼天堀にいるという彼女をカムロ町に無事連れ出すことが、桐生や立花にとって堂島組に対抗しうる唯一の手段だった。这一带到底有几张啊？一般来说是15张到16张附近。こいつか、牧村誠を託された不動産屋って。ほら、喜べよ。知りたかったんだろ。立花不動産、桐生一馬。不要跳进去。どうも落ち着かねえな。ん？前に俺がいた頃の蒼天堀とはどこか違う。似て非なるものって感じか。あんた、蒼天。カムロ町に来る前は、その頃の俺らはマフィアと名乗っちゃいたけど、ただ社長はその頃から近江のヤクザにさ。立花が腕なくしたのは。まあね。当時組んでたやつが今小福町に。お前先に一人でそこに寄るとこ。この町の今の様子を知っておきたい。そうか。お前にはビデオ屋でセラって。そいつが今、ね、セラってのも立花不動。いや、登場会の人間だ。日教連って組織のな。日教連。俺もよくは知らねえが、そのセラって男は風間の親分さんとうちの社長が掴んだ情報をもとに。そ、なるほどな。でそ、热血状态下反XXXY 然后 B 空哦。你们
等一下，这样的话同声，这六代还是同声，就是这个意思。他一直单身，虽然有交女朋友，可是他还是同声，这么。アンディ・ヤンマイ、ミコ・ネイ。いらっしゃいませ。ん？初めて。まあ、ベータか VHS かだけは聞いて。俺は立花不動産の。なんや。ああ。ほな、ちょっと待ってな。ん？特別なお客にはここ、中に電話もあるで、セラいう人からので。わお、ここは立花さんもお気に入りやった。まあ、くつろいで。座って。ほんで、立ち…ああ、まあな。人工透析でしんどいんやろ。蒼天堀いる頃は、ま…あんた…どっちか言うと、小田さんとの方が長いな。僕は、小田さんともう…そこに2年前、一匹狼やった立花さんが現れた。きっかけは肩がぶつかったとか。せやけど、たった一人の立花さんに僕らまるでかなわんかった。今の立花から、まだあの人が片腕なくす前の話や。ん？立花さんの器量に続行。まあ貫禄。何のことだ？聞いてない？立花さんは中国残留孤児。立花さんのお母さんは中国で生まれてすぐ、まだ赤ん坊の頃に中国人農家に拾われて、年頃になるとそこの子供と結婚させられたらしい。立花さん、日本人の子や言うて周りからえらいいじめられたそうや。戦争のことで中国人はみんな日本を恨むけど、その土地のマフィアだけは立花さんを理不尽な目に遭わさんかった。連中もほとんどが金なかったり家柄悪で、立花さんも自然とガキン頃からマフィアに馴染んでったそうや。小田さんなんて年は自分の方が上やのに、立花さんのことは。おだ。よ、ミス。あれ、ほんま？あいつ、話長く。ああ。もしかして、俺が社長に惚れ込んでた。それよりあん。ああ。でも。何？本人は生きてんだから、もちろん別人だ。他にもな。要するに、お、ま、ガチ。え？いい大人が。それもそうだな。吃饭饭。干嘛？看什么看？黙って金出せ！後悔するなよ。ヤンキー。
ティポーズ。刚刚 CPU 好像 GPU 那边突然爆高了。干嘛就只能一直跑了，後悔するなよ。
我都没有看到爆发斧，快速跟。哦，打斧特定战斗风格。いらっしゃいませ。啊，他们卖皇家耶，那不准去那边，先去药店。いらっしゃいませ。ありが
け。それはあかんて。そうですか。同じこと言わずない。人生はそれくらい好きなんだ。新たなる国の状況。俺らとベッドの上で。我真觉得暴走族的衣服真的很丑，又怂又丑。お前の全てがムカつく。なんなんだ。おお、気に入らない。殺す。後悔するな。私バカたちだ。よろしてください。白石茉莉呢？和田さんやったら、そうか。あ、ちょう待ち。準備。せや、どないな仕事かは知らへんけど、きっとさ。それは、俺の口からは言えないな。とにかく、あの。せやろ。ほな悪いことは言わん。大丈夫だ、準備はできてる。そうか、ほな入り。安全やいい。来たな、キリュウ。ああ、そういうこと。牧村誠の引き渡しは椿園の。ああ、そこの座敷でこれからセラと会う。周りに異常がなく。これからすぐか。嫌にバタッ。町中女を狙う連中で溢れてんだ。そんなお行。牧村誠は自分が殻の一つを相続してたことをセラに聞かされて初めて知ったらしい。土地の元の持ち主だったじいさんが2年くらい前に死んでんだが。家で？ああ、
それで誰にも居場所が長いことつかめなかったんだ。そんな不幸続きの中、相続さ、そこら中からヤクザに狙われる。いや、聞くまでもね。彼女も何にしても土地に執着もねえし、さっさと手放したいそうだ。そうか。よし、まずお前が弁天屋の中で女を受け取る。で、弁天新大阪から一応の用心だ。近くの駅を。ああ。なあ、キリ、お前はこの時のために立花不動産に入ったようなもんだ。何が起きても牧村誠を守り。ここがあんまりキョロキョロすんな。いいか、分かってる。不要再打一次耶。立花不動産の桐生さんです。日経連の世良だ。座ってくれ。立花不動産の桐生です。前から風間さんに聞いてた。それにお前の今の状況も全部承知してる。ただ今世間話の時間じゃない。こちらが牧村さんだ。立花不動産の桐生です。牧村です。お世話になります。もう一人、織田という者と私でカムロ町までご一緒します。護衛ってことですよね。ええ。私は祖父が死んだことも今まで知らなかったんです。祖父の聞いたこともない土地のせいでこんなことに巻き込まれて。お察しします。この間私を守ってくれた人も殺されました。ずっとお世話になっていた人が。お金なんてどうでもいいです。早くその土地を手放させて。わかりました。立花さんによろしくな、桐生。ええ。失礼します。それじゃ。急げよ、おい、早く来い。え、今の声。どうかしましたか。何してんだ、早く乗れって。行きましょう、牧村さん。はい。结果搞这些事也是你。どうした？いや、わからねえ。申し遅れました。桐生の同僚で踊っています。
あれ、なんか嫌われちゃいましたかね。へへへ、久々にイビーな。キリュウ、右車線、後ろの車。うん。少し前からずっと同じ距離でついてきてる。スピード上げてきた。渋沢。何？気づかれてた。おい、飛ばせ。はい。何が起きてるの。またゼロ。こいつだ。あー、匂い。あいつらマジかよ。ピカピーよ。キル、殺せ。お前、なんでこんなもん。言ってる場合じゃねえだろ。さっさと撃ちまくれ。発表数値用紙よ。怪物设计黑色的防弹弹 X 不是设计
しばらくここに隠れる。ちくしょうめ、渋沢はどっから俺らのこと気づいてたんだ。落ち着けよ、だ彼女が不安がる。伏せ！それが何だ。私は大丈夫です。こっちは大丈夫じゃねえんだよ。え、何やってんだお前。下の様子を見てくる。悪かった。あんた怪我してないか。痛むところは。桐生さんでしたよね。ああ、小田さんのことで聞いてもらいたいことがあります。何？私は多分あの人を知っています。え？え？やっぱ気づいてたんだ、織田。動くな、キリュウ。動くなっつったんだ。何してんだお前。悪いけど俺はこの女を立花社長に会わせるわけにはいかねえんだ。なんだと。あお。だからお前らには死んでもらうしかねえ。有蝙蝠的刺心的男人。大丈夫か。その杖は。セラさんから
万一のご信用にって。おほう、四良果然是好人ね。立花不動産の人に使うか。どういうことなんだ。なんで裏切った。桐生さん、その人の左腕、入れ墨が入ってませんか。織田。就是你把小石卖掉的男人。入っている。やっぱり。何なんだ一体。私は2年前その人。何。言葉通りの意味だ。だから俺ら2人とも殺すってのか。意味がわからねえようだ。一から説明しろ。おだ！おだ！わかったよ、話す。この入れ墨は、俺が頭張ってたグレン隊のメンバーの証だ。俺が。大陸のマフィアに借金して日本に密航してきたのは、それ以来この町で盗みもやったし叩きもやった。女騙して売り飛ばしたのも。それが立花とどう関わってる。俺が他刚好在找他。あの人は初めて俺を力でねじ伏せた男だ。差がありすぎて敗北感さえなかったよ。そしてその力が底辺を這うしかなかった俺に夢を見させてくれたんだ。俺はあの人に兄貴になってくれって頼んだよ。俺らの入れ墨も入れてもらった。プライドもクソもねえ。あの人を見越しに担ぐことが俺の役割だと知っただけだ。なのに立花さんが片腕をなくしたのは俺をかばってのことだった。敵対グループに不意打ちされてね。その時俺は立花さんだけはこの先も絶対に裏切らねえと誓った。だがよ、そう思った矢先だ。俺は立花さんと一緒にあのことを知っちまったんだ。テレビで中国残留孤児の特集番組がやってて、そこに何年か前の古いニュース映像が流れた。日本に肉親が見つかったって残留孤児が来日してる場面だった。その子の姿見てすぐに思い出した。俺が最近韓国系の組織に売り飛ばした女だってな。年頃も合う。それだけなら笑って済ませるとこだ。でもよ、あ、そうだめや母さん、シャオチョ、信じられなかったよ。オーマイガー。俺が何の気なしに地獄に突き落とした女は、俺が心底尽くそうと思った兄貴の生き別れの妹だったんだ。牧村誠が立花の妹。ほんこの子に及んで取り返しがつかなかった。
破滅を覚悟で社長にあんたを会わせるか。もう一それがお前が、ああ俺の他に誰も、俺がさ、けどおいこっちだ、こっから上に上がれるぞ。渋沢組だ。くそ小田さん、立てますか。はあ、早く逃げないと。あんた まだ俺と一緒に逃げる気か。ったく、どこまでおめでたいんだよ。キリュウ、銃くれねえか。俺が奴らを押し止めする。何？俺らこの怪我だ。どうせ死ぬなら橘さんの役に立って死にて。オーダー、虫のいい話だけどさ、あの人に俺がそう言ってたって伝えてくれねえか。俺は本当に橘さんが好きだった。伝えとく。だが無茶はすんな。そうすりゃ命までは取られねえはずだ。かもな。キリュウさん、小田さんは？今は何も言うな。ありがとうよ、キリュウ。おい！あんたは俺が守る。孙子也是个那个第一波大风大浪的。はい。可是后面。女は出せや、キリュウ。どうせてめえはここで終わりだ！
覚悟はいいな。没卖哦，1500万，你们钱还真多哎。こっちだ。可惜还是死了。女どこだ。わかりませんよ。もう橘を裏切って俺についたんじゃなかったのか。原来他是叛徒，难怪他们能知道。なんですぐ俺に女落とさなかった。あんたらがセラに先越されたからでしょ。せっかく女はソーテンボルにいるって教えてやったのに、もっと早く女捕まえてくれてりゃ俺は大阪に来るまでもなかった。鬼神会の西谷ってのが大金払ってやったのに下手打ってな。まあ下手打ったな、お前もだ。好，拜拜。其实童生跟柯南也一样，只要在他周围的人都会死光光，只要跟他那个关系有慢慢变好的，也会死光光。何もしねえから安心してくれ。分かってます。兄は。今普段はえらくそう、あんたは10年前、私は10歳で。そっか、うん、2年前東京から家出して、でもその中に小田か。人は私の探しているけど、さっきのあの人の話だと、あの時兄を知っていると言ってたのは嘘だった。わあ、本当バカみたい。私、それでもあんたは今度こそ兄さんに会える。カムロ町でな。兄がどんな風に変わってしまったのか少し怖い。私の知っている兄は強い人じゃなかった。中国にいる時、私も兄も日本人の子だっていじめられてた。映画館で暗くなるとね、周りの席からみんなが唾かけてくるの。上映中ずっと私も兄も怖くて動けなかった。兄は自分の身を守るためにマフィアになるしかなかったんだと思う。そして中国を出たの。私の方はそれから何年かして日本に祖父がいると分かった。母は堂々と中国から出られるってすごく喜んでた。
私も同じ。ただ日本の祖父が優しく迎えてくれたのは最初だけ。え？だって家族なのに全然言葉が通じないんだもん。だから私は中国語を忘れるくらい日本語勉強して、祖父にも日本にも馴染もうとした。でも母は日本語を覚えられないまま自殺しちゃった。最近まで私のこと助けてくれた人たちも、一人は殺されて、一人はもうどうしてるかもわからない。真的讲，真的要离开的话，真的要会，不然的话，真的很难活下去。ひどいよね。なんか。ひどいな。長いこと暗い道を歩いていると、この先もずっと暗いもんだと思っちまう。前に進むことが嫌になる。自分の道がこの先どうなってるか分かってるやつなんてこの世に一人もいねえ。俺らにできるのは立ち止まって泣くか、一歩でも前に進むかの二つだけだ。あんたはどっちでも好きな方を選んでいい。入り口までは俺が案内してやる。老师的贵人就是童生跟真岛，然后真岛跟童生又是因为这个剑士串联在一起，然后到一大。私、カムロ町に行きます。兄に絶対に会いたいんです。だから。私を連れてってください、キリュウさん。結果还没见到就挂了。好，剩下的晚上再继续破吧。先这样啦，晚上再继续啦，拜拜拜拜。晚上的话应该没意外可以把零破完，破完以后。这几天我会先去玩别的吧，然后之后再继续接一集，然后二代，这样的话就把所有系列都玩完了。那就先这样啦，拜拜拜拜。